ももううこれもう前々から腹立ってるんですけどどっかで言ったことあるかもしれないですけどあの女の人にね、うん、まあ好きなタイプとかどういう人が好きなのとか聞いた時とか、うん、何ならプロフィールとか好きなタイプとかそういうのにもよく書いてあるんですけど、うん、イケメンが苦手みたいなやつでしょあ,<ー>もうあれ腹立つよな嘘つけっていうのもあるし。 そのイケメンが苦手って言ってる段階でイケメンという概念がある段階で好きだろっていうことでしょうイケメン言うとんねイケメンって言ってんだろ分かってるじゃんイケメンが何かも、うん、じゃイケメンが苦手って言ってるやつはどうせブサイクも苦手なんだよ結局、うん、むしろブサイクの方が苦手なんだから、うん、嘘なんだよあんな嘘ないよそれちょっとモテようとするあれマジで通用しないからね女子全員に言っとくけど、うん、イケメンが苦手腹立つよな腹立つイケメンが何か知ってるじゃんそれでしょじゃあかっこいいと思ってるってことじゃんっていうことですからね、うん、イケメンが本当に苦手な人はそれかっこいいとも思わないわけですからそうですよ だからこれおかしいんだよあれを自ら言うやつ、うん、まあだいぶ減ったのかもしれないですけどまだいますからねいますねこれはほんと嫌でしょう、うん、イケメンが苦手粛清しないといけないいやもう嘘ばっかりどうせ、あのー、嫌いですからねブサイクもだブスっていうものが分かっとるしイケメンのものが分かっとるってうそ,うそういうやつがしかも一番イケメン好きですからね、うん、マジでイケメンが苦手って言ったやつが今までの統計上、うん、あれ何なんだよ本当に いやほんまそれわかるわこれはほんと多分みんな共感するでしょう下手すら女子もそんなこと言ってる女子が嫌いかもしれないし、うん、これほんと気をつけたほうがいいですよイケメンだけなんかなんていうんかなその何女の子中性的なのをイケメンとしとるんかもしれん,なんかいやだから結局モテる人とかチヤホヤされてる人が苦手みたいなことなのかわかんないけど<ー>いざそういう人に言われたらなびくんでそういうやつは、うん、騙されあえてして騙されやすいんでそうやなそうだと思うほんとにそうほんとにこれはそうですからあのー サクと言いますけどほんとにイケメンが苦手みたいな毛布団とか買うんで絶対ババババになってそんな詐欺に合うかどうか知らないですけど訳わかんないね風呂につけてブクブク出るようなやつとか高いの買わされますから気をつけてくださいねイケメンが苦手ってもう言わないようにそんなんないんだから嘘なんだからイケメンがほんと苦手なことはそんなことも言わないんだからやめろほんとにきつめに言ってみましたもうダメだろ平日毎日口を更新しています ぜひチャンネル登録してみてください。ウエストランドの口ちー